皆さん、学校をバックれたくないですか？わかります、その気持ち。私も学校をいつもバックれたくてトイレよく行ってました、授業中に。というわけで今日はこちらの学校バックれるっていうハゲたおじさんに追いかけられるゲームをやっていきたいと思います。わー、なるほどね。ステージ1というわけで来ましたね、来ましたね。おなんかめっちゃ焦ってるね。あ、だからもうバックれようとしてんだ。どうやって、何、誰かが来るってこと？押せばいいのかこれ。お、来た。あ、死んだ。なるほどね、捕まるとすごい鼻息を出しながら引っ張られていくと。オッケーオッケー。それってオーダーメイド？な、オーダーメイドじゃないわ。これ捕まると広告見せられる。え、あ、動けんの？おう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 。お、あ、こん中に隠れるってこと？いけ。これでバレないと。なるほどね。で、ロッカーがあったらその中に身を隠して逃走するとバックレス成功。見てください、この幸せそうな顔。オッケー、分かってきました。え？同じステージなんだけど。でもここ開けたらあのハゲた人いるからなんかあんだけど。アイテムを入手。あ、アイテム使ってくってことこれ。なんだこのハイテクなゲーム。なんで、もう忍者や、忍者や、忍者、忍者のごとく壁に隠れて逃げるってこと。あ、門だね、正門前にいるねこれね。そして毎回この先生しかいないと。2本だけちょっと髪の毛が前に出てる。オッケー。あ、なんか脱獄しようとするやつがいるんだけど。だから正門前はこの人が仁王立ちしてるから無理だと。ってわけで、あ、これあれじゃない、はしご。ほら、アイテム入手して、この中にはしご。あ、じゃあこの中にぶつけると。あれ、あ、そういうことか。これ手に入れてはしご消えたんだけど、あいつら何だったの。あいつらはしごの道具持ってくるための使い魔だったのか。召喚したと。うらえ、もうちょっとなんかあれじゃない、なんか普通にちょっと頭脳ゲームになってきたね。の、またこオーダーメイドじゃないって。だから、あ、もう見てください、もうこれなんだこの状況は。脱出しないとダメだ。先生はここに立ってるから、ドアの前行ったら先生ぶん殴られるから。ヤンキーパワー使うんですよ。いけ、髪の毛で突き刺せ。おおおおお、ちょっと待って、タイムがあるよ、タイム。あ、だから、あ、オッケーオッケー、なるほどね。この時計あるじゃん、この時計を、え、2つあるんだけど、時計を偽物とすり替えると。え、落としたんだけど。あ、怒ってる。もうやだ。あれだね、これだから正しい時計か、この壊れてない時計を。うお、時間を変えて、そうしたら見てください、先生焦って、先生頭悪いから逃げてって、そして職室に戻って、我々はジャンプしながら帰って、家でゲームしてオールする。ウェイ、ノー、もうやだこれ。はい、来ましたよ、新しいレベル。ハロウィンかな、これ。なんかかぼちゃ置いてあるぞ。かぼちゃと段ボールと謎の車庫、倉庫があると。あ、え、腰や、救急車で運ばれてったんだけど。ノー、もうやだ。これ腰やってまうぞ、本当に。これあのハゲ先生の罠だな、生徒の腰を折らせるっていう。この段ボールなん、お、着るんじゃない、ハロウィングズじゃない。じゃあちょっと見て、これおしゃれすぎんと。え、あ、待って、これちょっと待ってよ、これまさかね。嘘だろ、おい、嘘だろ、そんなことあるか。おい、もうぶっ飛びすぎてるぞこれ。魔法も使えるようになってきたと。ステージ6来たよ。おっと、もうこれからはね、どんどん難しくなってくる可能性があると。足跡があるね、なぜか机の上に。相当足が臭かったと。で、なんだこれ、青と黄色イコール緑。ああ、なるほどね、わかりました皆さん。私の IQ 値が高すぎたと。こういうの得意なんでね、 IQ が試されるの得意です。ほら見て、青と黄色のペンキで緑色になったと。我々の色になったと。で、これどうするかと。これ被るんですよ。ほら、ほら。時にはこういう己を犠牲にしないといけないと。で、ここに行くと。そしたら見てこれ。もうモデル。彫刻のような隠し芸。で、登場すると。でもこれね、あんま良くないよ。なんでかわかる？これピーターパン見てください、これ。ゴリゴリの女装してる男の人に追いかけられるし、あと、家帰ってもこのペンキ全然落ちないです。なので、このバックレ方法はあんまりおすすめしないです。なんか新ステージ来たよ。トマト生やしてんのか？トマイトだね、トマイ。お！いや、やつがいる！やつがいる！空を飛んでた！あれ？待って、
で、やついんの置いてどっか行ったんだけど、まあ、とりあえずハサミあるからハサミ取る。で、これリード、リード切んのか。あ、ちょ、あ、いんのが、え、どこ行った。あめっちゃ舐めてる、めっちゃ舐めてる。おいしいとね、このツルツルの頭が美味しい。皆さん参考にしましょう。お、待って、ちょっと待って、先生が、あれ、これ別の先生、あれ、同じとこ、これ校長先生みたいな人がいるんだけど、しかも絶対カツラやん。あ、なんかハゲてる先生多くね。この男子生徒は絶対カツラだなと思ってると、もう明らかですよ、これは本当に。だからこれをどうにかして取んないためだと。お、二つ方法があるよ。ダンボール、パン、待って、っていうか、釣り竿もあんのよ。あ、あ、進化した。で、わかった。これあれじゃない？これを。あ、それ、かわいそうに。だから釣り竿でパンを先生の髪の毛の部分にぶん投げて、鳥を攻撃させたと。いや、なかなかハイレベルになってきたよ。あ、やっぱさっきの校長先生みたいな人、同じ人じゃなかったね。つまりは、兄弟かもしんない。これあれか、居残り教室ってことか。今更だけど、だっておかしくない、生徒3人しかいないのに。しかも茶髪いるし、ヤンキーっぽい人いるし、あとこいつもかわいそう、挟まれてるわ。もう地獄、地獄ポジションだよこれ。なんかフォーク、ビーツのヘッドホン、あと臭そうな靴下、なんだ、死んだんだけど、靴下で死んだんだけど。でもさ、靴下が強烈すぎるってある一種の武器じゃない？もしさ、襲われたとしたらさ、自分の靴下脱いでぶん投げたらその人死ぬんだよ。強すぎ。え？お！つけた！つけたぞ、なんか。え？何これ、フォーク何すんの？先生の、お！うわ、出た、いや、それやばい、それやばいと、それみんなに嫌われるやつだよ。さすがに、ヤンキーも我慢できなかったと。耳をぶっ潰す戦法で逃げてったと。また正門前来たわ。なんか、毎回いろいろ設備増えんな、これ。水風船ある、鳥いる、なんだ、空気ポンプある、これに入れるでしょ、まず。まず、まあまあまあ、それは当たり前じゃん。これわかるんですよ。水を入れる、はい。水風船作る、水風船を、え？先生に当てるとか？でもこれ先生に当てたら先生怒るくね？ボン、お、まず、あ、水風船だけでよかった。そして先生風邪ひいた、かわいそう。見てもらう、鼻水めっちゃ出てるこれ。鼻水10センチぐらい出てる、繋がったまま。で、あの空気入れはフェイントだったってこと。うわ、ちょっとむずくなってきたね。全く関係ないものを出してくると。お、そしてなんか美術室だ、美術室。あ、もう明らかに違うもの書いてると。なんだこれ、しかもこいつ絶対生徒じゃなくない？明らかに40代じゃない、顔的に。お、絵のセットがある。そして、あ、脱獄の、何これ、穴か、穴と見せかけての。あー、それ良くないとバレるよ、そりゃ。そんなのバレると先生を甘く見すぎだと。これはだから正しいのはこの絵を持って現代のゴッホになると。そして自分で描くと。うま、穴描くのうますぎん。あ、先生、穴と思って。まあそうなるよねと。もう、でかっ、単行部でかすぎん？顔よりでかいじゃん、もう。なるほどね。賢いね。自分の絵のセンス、自分の何かしらの特技を使って脱出していくと。ステージ12。お、ちょっと美容室、なんか音楽ついたな、今度はね。いるね、いろんな人が。あ、カツラゲットした、カツラゲットした、カツラ着て、カツラ着て、なりきりセット、なりきりセット？違うと。先生、先生につけるんじゃない？喜ぶよ、先生。こんなね、かわいそうな頭だから、喜ぶと。お！ピアノ弾き出した。いや、ちょっと俺、え、待って、俺に匹敵するうまさじゃないこれ。感動してきたもん。はい、そしてヤンキースタイルたちに戻ってきましたよ。なんかこいつやってんな。こいつもう飽きたと。居残りは嫌だと思う。のー、死んだ！ロッカーの中に毒蛇いた。なんだこれ、玉手箱あったんだけど。お、あ、わかった、これヘビーに渡すんじゃない、この玉手箱を。おー、食って、食べてる、食べてる。あ、これ、これ、これ見つかると。これ見つかると、そんな米粒飛ばしてたら見つかると。あ、ゲットした。あ、バレた、ほらね。こういうことになるんですよ。そして我々は逃走すると、その間に他人を犠牲にしてバックれると。ワンチャンこの人ね、脳みそがね、ここに入ってるんですよ。な、もうだいぶ来てると。え、ど、え、はしごあったぞ。これな、グラウンド上だね。どういうこと？お？棒もゲットして、おっきなネットがあるんだよ。これあげると。
はしご使え。ここは、あ、登る。え、これ何？ちょっと待って。え、棒高跳びで越えていくってことこれ。おお、おお。そして翼が生えると。アクロバティックすぎん。しかもこれ、ただのネットじゃね？あ、普通に棒高跳びすると翼が生える系の人種だったの。なんだよこれ、もうもはや学校じゃないんだ。これ学校なのかこれ。なんか明らかに呪われてる部屋に来たんだけど。え、なになに、あ、目がなくなった。うわ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 、先生死んだんだけど。自分がお化けとなって先生を気絶させたと。ちょっと待って、いるんだけどあの人が。なんでこの人いんの、たまに。この人はどういうポジションなの、この世界線において。はい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 。あ、見て、可愛らしい。見てこれ、ドラえもんもいるし、ポカチュウもいるね。あとポンパンバン。ゲーセン、なんか学校にあんのこれ。最高の学校じゃないこれ。100円落ちてる。え、あ、100円を使ってゲームをやると。俺入れてよ、入れてよ。あ、違う、飲むの飲んだ。あ、見つかった、終わった。わかった、100円取る。100円あげるんで、ほら。そしたらガチゲーマーがガチって取ったと。よくわかんないぬいぐるみをこれもらうと。これ取ってくれたってことね。で、これを、あ、バレないと。自分がぬいぐるみと一体化してめちゃくちゃぬいぐるみゲットしたアピールしてるけど引かれてます。この人いるんだけど、この人やばくない？これ結構学校にいたらやばいよ。普通に不審者だよ。たま転がししてる。お、傘取ったか。あ、あ、逃げてった。え、生徒も消えた。日傘を使って。え、なにこれ。あ、押してる。このヤバい人から傘を取る。え、この傘が意味わかんないんだけど。え、おお、なんかだ、あ、ボールの代わりに傘で隠したと。なるほどね。丸みを生かしてまるでボールかのようにしたと。こりゃどうやら、なんだこれ、汚ねえな。また臭いやったるし。そしてカツラもあるわ。もうカツラがあれば勝ちやろ。カツラ先生渡せば勝ちなんですよ、このゲームは。これまずフキフキして、はいはい、わかりますよ。で、カツラをセッティングすると。そしたら先生は、なんと、カツラに惹かれていくと。もうわかりました、皆さん。つまり、カツラがあれば、学校バックレれます。ちょっと待って、でも。あ、いきなり跳ねられた。ちょっと待って、スーパーマンになれるよ、俺。スーパーマン？スーパーマン！あ、死んだ。鍵？わかった、これ鍵をつけるんだよ、この中にね。セッツして、そして私スーパーマンになると。死んだ。鍵セッツして、うえーい、すー、飛んでった。どういうこと。今回ここで終わりにします。